きっかけは、私は大学が演劇科だったんですね。東邦大学というとこだったんですけれども、最初舞台の、勉強してて、舞台の仕事をしてたんですけれども、その時に、人の紹介で声の仕事もやってみないっていう風に言われて、オーディションを受けて、そしたらね、ちょうど何個かいっぺんに役が決まったもんで、それで今の仕事を始めたんですけれども、最初は舞台と両立がなかなか難しかったんですけれども、あと私の母も声の仕事をしてたので、それもきっかけかなと思います。お休みの日は一歩も外に出ません。うちにいるのがすごい好きなので、洗濯、お天気が良かったらお洗濯したりとか、あと部屋の模様替えしたりするのも結構好きなんで、うちにずっといます。一歩も出ず。テレビゲーム、私すごいゲーム苦手なんですよ。好きなんですけど、なかなか自分がね関わってるゲームなんかをいただいてやったりするんですけども、なかなか自分の声にたどり着かないっていうんですか、次の展開になかなかいかないという。で、だから簡単なゲームが好きです。好きな食べ物は、私はね、明太子と納豆、それからエビが大好きで、もうロブスターなんてもう大変大好物ですね。あと嫌いなのはウニ、ウニが嫌いですね。ウニとね、ジャコだからお寿司屋さんに行くと茹でたエビが好きなんで、エビと赤いマグロとイカと安上がりな女だと言われています。私キューピーを集めることがすごい好きで、みんなにキューピーの人形さんとかキューピー柄のパジャマとかいただいてすごい嬉しいんですけれども、そうだな、お芝居とかの時はもう抱えきれないぐらいのバラの花束とか嬉しいですね。不思議な体験談、私全然霊感がないので、よく霊感の強い人はあそこにいるわとか見えるとか言うんですけど、怖いことに会ったこともなければ、怖いものを見たこともなければ、そうですね、よくね、お塩とか振らないとついてきちゃうとかいう場面に行っても、お塩振り忘れちゃっても全然気がつかないっていうか、鈍感なんですかね。めったにそういうことはないです。